はい、冒険家の皆さん、この、ビデオでは、Google Classroom をコピーする方法をご紹介したいと思います。まずですね、Google の、検索、まあ、別に Google じゃなくてもいいんですけど、検索エンジンで Google Classroom というふうに検索しますね。そうすると、この classroom.google.com というところに行きますから、こちらに行きます。で、もうですね、皆さん、多分、ちょっと待って、はい。アカウントはできていると思うので、そしてこちらにこういう、そしたらですね、こういうページが見えてくると思います。今回はこの配布用コピーオブ彩りっていうのね、こういうのがありますので、ここを右クリックして、このコピーを押しますね。はい、それだけです。はい、そうすると、もうちょっとね、時間がかかります。コピーするのに時間がかかりますけど、そうですね、数分で3分か4分ぐらいでコピー完了すると思いますので、やってみてください。この配布用コピーオブ彩りっていうやつですね。はい、以上です。フィルミレンゲ。